メクレンブルク・シュトレーリッツ自由州、またはメクレンブルク・シュトレーリッツ自由国は1918年から1934年にかけて存在したドイツ国及びナチスドイツの自由州である。領域は現在のメクレンブルクイコールフォア・ポンメルン州の一部に相当する。メクレンブルク・シュトレーリッツ自由州の前身であるメクレンブルク・シュトレーリッツ対抗国では 1918年2月に、大公アドルフ・フリードリヒ6世が自殺を遂げ、同族のメクレンブルク・シュベリーン大公、フリードリヒ・フランツ4世が摂政として管理していたものの、1918年11月に勃発したドイツ革命によって大位を余儀なくされ、メクレンブルク地域における君主制が廃止された。メクレンブルク・シュトレーリッツとメクレンブルク・シュベリーンを、 合わせたメクレンブルク地方はもともと統一された地域だったため、君主制の廃止を契機とした統一の議論も起こったものの、結局は統一されることなく、バイマル共和制に基づく議会制民主主義に移行して、独自の州憲法を制定し、独自の州議会を有した。一方で、上級裁判所については、ロストックにあったメクレンブルク上級控訴裁判所を共有した。 メクレンブルク・シュトレーリッツ自由州は、ドイツ国でも特に小さい州の一つであり、君主制廃止からわずか数年で財政的に維持できないことが明らかになった。1926年には、君主制廃止の際に、シュトレーリッツ対抗家から接収した財産の残高が、そこをついたことから、ライプツィヒのライフ裁判所にメクレンブルク・シュベリーン、自由州との合併を訴え出たが、 うまくいかなかった。また、1926年には、メクレンブルク・シュトレーリッツ自由州が、メクレンブルク・シュベリン自由州を相手取って、ドイツライヒ国事裁判所に、九州動員を呼び、給料の共同処分をめぐる裁判を起こした。ドイツライヒ国事裁判所での後半で、メクレンブルク・シュベリン自由州は、1701年の、メクレンブルク・シュトレーリッツ公国の成立の権威を、引き合いに、 1918年2月に、アドルフ・フリードリヒ六世が自殺したことによって、シュトレーリッツ大公家が断絶した以上、その所領は本家たる、シュベリーン大公家に戻ったのであり、メクレンブルク・シュトレーリッツ自由州にはそもそも、シュトレーリッツ大公家の資産に関する権利はないと主張した。しかし、メクレンブルク・シュベリン自由州、メクレンブルク・シュトレーリッツ自由州の双方とも、州憲法で、 旧大公国の所領を州の範囲と定めていることからその主張は知りけられた。1932年にはプロイセン自由州に吸収される計画が持ち上がったが、ナチ党が1934年1月1日にメクレンブルク・シュトレーリッツ自由州とメクレンブルク・シュベリーン自由州を合併させてメクレンブルク州としたことから頓挫した。しかし、この合併の採決の直後に、 衆議会が解散されたため、メクレンブルク州は、実際には、ナチ党のメクレンブルクを砕くそのものとなった。君主制廃止後の1918年12月15日に、行われた選挙で選出された政権議会によって、1919年1月29日に、メクレンブルク首都レ立ッツ自由州憲法が制定され、1919年3月には、衆議会選挙が実施された。 選挙制度は、厳政高速名簿式比例代表制を採用し、ドント方式で議席配分が行われた。ありがとうございます。